おはようございます。今日は6月28日ですね。気温が24.7度、湿度75%、室温が26.3で、湿度49%ですね。今日は雨が降ってます。雨が降ってるので、シルコサンドバターやります。シルコサンドバターのおまけが今日はつきます。ちなみに雨が降ってる日、直射日光の当たらない日は、だいたい、外気温は正しい温度が出ております。今日のコーヒーは鈴夏ブレンドですね。はい。そして、今日のあれですね、質問ですね。ペーパーの紙臭さというのは何ですか？ペーパーの紙臭さというのは何ですか？という質問ですね。よくありますよね。ペーパーが紙臭いので、それを、洗って、使う、いわゆる、リンスという、表現を使うことが、多いんですけど。昔はリンスという言葉はなかったと思うんですけど、いつの間にかリンスという言葉が出てきましたね。僕は基本的には髪臭さをうんぬんって言って、洗うことはないんですね。昔、30年ぐらい前だと思うんですけど、ホームページをやってた時に、その手の実験をやってたこともあるんですけど、その当時の実験って髪の匂いを調べようということで、実験してたんですね。で、髪の匂いを調べる一番簡単な方法は、髪を、細かく切って、髪を細かく切るってペーパーフィルターを細かく切って、お湯の中につけて、お湯の味を見るみたいなことをやってたんですけど、それが基本的には一番単純な、多分髪臭さを調べる方法だと僕は思ってるんですけど、それで匂いがあるかないかみたいなのを調べてたことはあります。で、一番にはそれをやるとよくわかるのは、髪の繊維が結構流れ出すなというのは、感じたことありますよね。ただ現実には髪の繊維が流れ出すのは何でかというと、髪だけをこうかき混ぜるから繊維が流れ出すんですね。で、普通にペーパードリップとして使う場合に、ああやって髪の繊維が流れ出すかっていうと流れ出さないわけですよ。だからその実験自体が、僕がやってた実験自体がナンセンスだなというふうには今は思うんですね。特に何が一番いけないかというと、髪だけ単体で、匂いを調べよう、味を調べようとしていたことなんですよ。で、その、方法というのは、基本的には髪の匂いということでは正しいんですけど、紙単体で我々コーヒー屋は使うことはなくて、本来コーヒーに使われるものなんですね。紙ってペーパーで使われるものなんですね。だから実際にはペーパーで使った、つまりコーヒーに使った時に紙臭さを感じるかどうかを調べるしか方法がないんですよ。つまりどういうことかっていうと、例えば今この松屋敷の場合、基本松屋敷はリンスはかけれないんですけど、なぜリンスがかけれないかというと、松屋敷の場合は、金枠なんで、紙が弱った状態で使えないんですね。やはり、そこは、プラスチックとかなんかで覆ってるやつの方が、リンスとかなんかには、適当である、つまり適当であるというか、そっちの方が使えるもんだとは思いますよね。で、リンスに関してどう考えてるかというと、つまり本来の実験はペーパーにコーヒーの粉を入れた状態でコーヒーを立てて、
実際にそれを感じるかどうかが一番重要なんですね。つまり、リンスをした方が美味しくなるというふうのならば、リンスをした方がいい。つまり紙を、調べるんではなく、紙にコーヒーの粉を入れた状態で、調べて、リンスをした方が美味しく入るんだという場合はリンスするべきだと思います。ただそのリンスが紙の匂いで、美味しくなってるのか、そうではなく紙が紙のペーパーが、フィルターじゃないな、ドリッパーですね、ドリッパーに密着することによって、コーヒーの抽出がきれいにいって美味しくなってるのか、そこの切り分けは基本的には重要になると思いますよね。だからそこら辺が本来は一番重要なとこなんですけど、どうも紙臭さというのが一人歩きしている部分があって、実際には僕の中であんまり紙臭さというのをあんまり感じたことがないので、リンスはあんまり、まあ松屋式がリンスをしない派なんでしょうがないんですけど、リンス必要ないかなという気はします。ただ昔30年前ぐらいの、紙を実験してた時に一番問題となったのが、僕の中で問題となったのが、紙が繊維であることによって、匂いを吸着するっていう性質があって、実を言うと、新品の紙、つまり、ビニールの袋とかなんかが入ってるやつを開けてすぐの紙って本当に匂いないんですね。ところが引き出しとかいろいろなところに置きっぱなしになって、紙っていうのが匂いを吸うんですね。でその匂いが吸われたものっていうのは結構、お湯の中につけた時に、味みたいな、ものが出るんですよね。だからそっちの方が多分、一番問題になるだろうなというのは、その当時は思いましたね。ただ紙を基本的にドリッパーにきれいに密着させるっていう部分も結構大事なので、その部分は、おはようございます、その部分は結構重要になると思います。まあ簡単に言うと、リンスをする理由っていうのは、まあ、一応ついでに髪の匂いを取るというふうに、まあ、語りますけども、それよりも、どっちかっていうとドリッパーと密着させるというふうな、そっちの方に重きを置いているというふうに考えた方がどちらかっていうとしっくりくるのかなという気はしますよね。まあ、実際に、すごいデリケートな人で、髪が髪臭いというふうに思う人は、髪をリンスするでもいいし、まあ例えば髪臭さを全てなくして普通の状態で、例えばコーヒーが立てたいんだと、例えば髪をセットした状態でお湯をかけて、お湯をかけた後、例えば、水気を切るだけじゃなくてそのまま乾燥させて、乾かした状態でコーヒーを立てた方がいいんだと思う人はそうやってもいいですよね。ただそうやると大体髪は縮みますからね、あんまりいいことは起きないですけど、ただ何でもかんでも、まあ、試してみるのは結構面白いと思うんですよね。例えばリンスした紙を、ほっとくと当然乾きますから、乾くと大体ドリッパーの格好に大体、なるんですね。つまり、紙っていうのはきれいに、作られて、まあ、ペーパーフィルターってきれいに作られてますけど、
それが、水含んでふにゃふにゃに一回なって、その状態で、乾くと、まあ、大体小さくっていうか縮むんですけど、その時にまあ形が、その形に大体収まるわけですよ。だから、ドリッパーにそのまんま置いた状態で、お湯をかけて、その後、ほっとくと、そのドリッパーの形に大体収まっておるわけですよね。だからそれで、乾かした状態で、コーヒーを立てるということをやれば、リンスをしたものを、まあ、洗濯した、ペーパーで、まあ、あのコーヒーを立てるみたいなこともできますからね。ただそれがうまくいくかどうかってなるとちょっと微妙ではありますけどね。繊維が一回、縮みますから、そういう状態でじゃあコーヒーの抽出として、うまくいくかどうかと言われたら、まあ棒もそれに関してはあんまりやったことがないので、ちょっとそういうふうに言いながらちょっとやってみても面白いなとちょっと思いましたけどね。つまりまあ結局は何でも、試してみてうまくいったら OK だし、うまくいかんかったら NG なんですよね。だからリンスに関してでもそうなんですけど、リンスが好きならやりゃいいし、リンスが嫌いならやらなきゃいいし、でリンスをやってうまくいったと思う人はリンスを、対応すればいいし、リンスをやっても味なんかあんまり変わんねえなと思うんだったらリンスなんてやめちまえばいいし、まあそこら辺は最終的にはあれですよね。コーヒーがうまく入ったか入らないかで考えりゃいいと思いますよね。普通に、有名な人がやってるからそれを信じてやるというよりも、その有名な人がやったことを追試して、あ、なるほど、あの人の言う通り、リンスした方がいいなと思うんだったらやればいいし、そうでなくて、あ、ちょっと僕には合わないなと思うんだったらやめればいいし、とにかく僕が言うことも全部そうなんですけど、鵜呑みにしないことですよね。当然棒の言うことも大体間違いも結構、ありますというよりも大体、何年もやってると、どんどん意見分かります。だからこの今一瞬言ってる意見が正しいと僕はさらさら思ってないので、だからそれを鵜呑みにするんじゃなくて、もう、自分で、試してみて、あ、そうだなと思えばそうだし、いや、あれは間違ってるなと思えば、NG と思えばいいと思うんですよね。ペーパーのリンスもそういうもんだと思います。ちなみに今日は完全に雨が降っておりますので、シルコサンドバター出ますので、よければお店に来てください。あと夏ギフト、水出しコーヒーですね。これの水出しコーヒーの時間短縮に関してはあれですよね。普通にキーコーヒーが4時間でできますというのもありましたが、それよりも早い1時間でできるというものを今やっておりますね。ということで今日はここまでします。